カナダ航空宇宙博物館に展示中の PT-6、プラットホイットニーカナダ PT-6 は歴史上最も普及したターボプロップ航空用エンジンの一つで、プラットホイットニーカナダ社によって生産される。PT-6 系列は複数の形式において稼働時間が9000時間を超える卓越した高信頼性で知られる。アメリカ軍での使用における 識別番号は T74 または T101 である。主要な派生型は幅広く使用される。軸出力が580から920の PT6A で大型系列では最大 1940SHP である。PT6 バイトと PT6C はヘリコプター用のターボシャフトエンジン仕様である。百五十六年 PWC の社長のロナルド・ライリーは より高出力で高出力重量比のエンジンの需要を予見しており、技術主任のディック・ガスリーに既存のレシプロエンジンを代替するターボプロップの開発を要請した。プラットホイットにーワスプ製型エンジンは当時でも、なお、強力で製造ラインは堅調で、採算も良好だった。ライリーはガスリーに10万カナダドルの予算を与えた。ガスリーは、 オタワのカナダ国家研究評議会とオンタリオのオレンダ、エンジンズから若手の技術者を雇い入れた。1958年、グループは450軸馬力の出力のターボプロップの開発を開始した。最初のエンジンの運転に成功したのは1960年2月だった。最初の飛行試験は1961年5月30日にデファビランドカナダのオンタリオ州。 ダウンズビューの施設で B118 航空機で実施された。1963年から量産が開始され次の年から就航した。2001年には40周年の祝賀飛行が実施され、他の派生系を含まない36000機以上の PT-6A が出荷された。このエンジンは100形式以上の異なる機体に採用される。パワータービンと伝達軸の間に、 自動車のトルクコンバータに相当する流体継手によって接続する革新的な設計が含まれる。点火はガス発生機のみの指導で部分的な寒冷機構においてもエンジンは容易に始動する。エンジンは整備のために容易に分割可能な肉角で構成される。ガス発生機区画に空気が低圧軸流式圧縮機を通して流入する。これは焼酎型機では三段式で、 大型機では4段式である。空気は単弾の延伸式圧縮機へ流れアニュラ型燃焼機へを送られ、最終的に単弾圧縮機駆動タービンを約4万5千 r p m で駆動する。ガス発生機からの高温ガスは分割されたエンジンの出力区画へ流れ、出力タービンを駆動することにより、出力軸では約3万 rpm である。ターボプロップの用途においては、 この出力は2段の優勢歯車減速機で1900から 2200rpm に減速して、プロペラを回す。排気ガスは出力タービンの側面の排気口から排出される。エンジンは出力タービンを燃焼機の内側に配置することにより、全長を短縮する。プラットホイット2カナダ PT6、ガスタービンエンジンの優勢歯車減速機 PT6。 を搭載する大半の航空機はナセル内に後方を向いて収めるので、吸気口は航空機の後部を向く。この配置により出力部はナセルの前方で長い軸を必要とせずに直接プロペラを駆動できる。吸気は通常エンジンの下部に設置されたダクトを流れ2本の排気管から直接後部へ排気される。この配置は同様に整備時においてプロペラを外すだけで ガス発生器区画が露出することが起とされる。同様に、不正地での運用下において、異物吸い込み時に、吸気口内の分離装置によって外部へ排出することを起とする。PT6 の複数の他の派生型は、長年使用される。出力タービンを追加して、減速比を大きくした PT6 エラージは、出力が約2倍の1090から 1920SHP である。 PT6 バイトは、ヘリコプターターボシャフト型は、フリーホイールクラッチを備えた、減速機と出力タービン超速機を特徴として 4500rpm での出力は 1000hp である。ヘリコプター用の PT6C は、単体の速報排気で3万 rpm での出力は 2000hp である。 PT6T ツインパックでは2機の PT6 エンジンで共通の出力軸の減速ギアボックスを駆動して出力はおよそ 6000rpm で 2000hp である。ST6 は元は UAC ターボトレーニ用だが後に定置用も開発されその他に航空機の補助動力装置用もある。デファビランドカナダが PT6 ラージのおよそ2倍の出力の超大型の エンジンに関して打診したとき、プラットホイットニーカナダは、PT7 として知られる新設計を提示した。これの開発中に、プラットホイットニーカナダ、PW100 に改名された。PT6 と PW100 のようなターボプロップでは、バイパス比が50以上になるが、プロペラの機流は、ターボファンよりも遅い。ST6 バイトから62と、 STA-6-76 はフォーミュラレーシングカーに使われた一般的特性構成要素性能出展類似のエンジン。ありがとうございます。